います。井上真です。ノーミルク佐藤です。ということで行ってみましょう先生。今日はサンフレッチェ広島です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2019シーズンを先生に振り返ってもらいつつご紹介する各種データこんな感じでしたというのね、はい、先生と一緒に見ていきたいと思いますけれども、こちらドン出ております。はい。はい、うん、まあ、こんな感じで今日は話していきたいと思いますが、はい、2019振り返っていくと、はい、皆さん覚えてますか2019の最初って、うん、最初どうだったでしたっけね。アジアカップ、ああはいはいはい、日本代表ですけどね、そこであの青山選手が、はいはい、いわゆる負傷、ああそっかそっか、そのスタートでしたね。そうともあり、はい、いわゆるあのね三冠、うん、あの3回優勝した時ですね、はい、あの当時を知るメンバーが負傷だったりコンディション不良だったりで、うん、ほぼみんなちょっと開幕アウトなんじゃないかっていう、あそう、ね、おいおいこれ大丈夫なのかうちのチームはと皆さん思われたと思うんですが、うん、はい、そこで一気に台頭してきたのが、はい、大迫圭介やら松本大志やらがやってきました、はい、彼らが一気に台頭してきてくれたおかげでベテランをカバーすることができて、うん、そのままの勢いで開幕まで行くっていう、そうですね、ね、はい、まあ、言ってしまえば彼ら2人だけじゃなくその下にもありますけど、うん、結果的にその大迫、松本、そして荒木隼人、森島司はそのまま2019年内で日本代表まで、はい、上り詰めたという、これ札幌編でも実は似たようなことを話したんですが、はいはい、確かに札幌も広島も、うん、2020シーズンで ACL に進めたわけでもないし、はいはい、その順位に終わったわけでもない、そうですね、でもちろんだから優勝したわけでもない、うん、がしかし両チームとも A の代表を新規で 4,5 人輩出したっていう感じで考えたら、それだけ、もちろんファンサポーターもそうだけど、いわゆるレベルとして選手個々のレベルとして引き上げチームとして引き上げたと言ってもこれは過言ではないわけですよね。これがすごいなと思いました。そうですね、本当に。そう、特にそのチームを経てこうどっかの海外チームに行ってから呼ばれたとかってわけじゃないじゃないですか、はいはい、そのチームにいながらにして呼ばれたっていう形なので、うん、これは本当すごかったなと思います、はい、でそんな中で、まあ、2つ目ですね、そのルーキーの荒木、そして東俊輝、彼ら2人なんか相当ずっと、ね、試合に出たわけなので、うん、まあ、結構濃密な1年過ごしたんじゃないのかな、はいはい、で3つ目、うん、演出家ジョーク広志が描いたベテラン復帰へのシナリオ、特に青山選手ですね、はい、いいタイミングで戻すっていうのも素晴らしかったと思います、うん、あ、そうですね、語っていただきましたね、そうですね、はい、詳しくは違う動画の方で見ていただければと思います、はい、で5つ目、うん、ただ広島は一つ問題だったのは、はい、新規代表がたくさん生まれたりしたことは確かにいいことだったんですけど、うん、はいはい、そんなA の代表も出して、はい、でオリンピック代表メンバーもたくさん輩出して、うん、それやりながらいろんな大会試合に臨まなきゃいけなかったってので、はいはい、また一つ新しいチームマネジメント その難しさっていうところのフェーズに入ってきたんだなってのもありました。あともう一つ夏で考えると、まあ、浅野拓磨が復帰するんじゃないかっていう話もね、はい、結果的に彼はパルチザンベオグラードに行くことになりましたけど、うん、まあ、彼はちょっと戻ってくることはなかった、はい、ただその代わり、松本からレアンドロ・ペレイラを獲得し、うん、そして浅野拓磨の実弟、そうですね、浅野雄也がやってくることになった、違う浅野が、弟さんがやってくることになるんですか。でそんな彼も含めた上で、うん、今度は2020シーズンはまた若手メンバー含めた上で このニュージェネレーションズがさらに躍進していくんじゃないかというのが、うん、そうですね、2020シーズンとなってくるのかなと思っております、はいはい、では成績表を見てみましょう、はい、こんなシーズンでございました、うん、はい、まあ、4人の、ね、新規 A 代表プレイヤー誕生ともなりますが、そうですよね、MVP としては、はい、佐々木翔ですね。おお、ディフェンダー。まあ、他のいろんな選手、うん、その下のね、大迫選手なんかも、柏選手なんかもそうですけど、はい、とはいえ、やっぱ A 代表何回もいろんなパターンで呼ばれておきながら、基本的にはずっと出ずっぱりでやり続けて、うん、はい、それでいて、もう安定した成績を残したってのは、うん、彼の体の強さってことを見せつけてくれたのかなと思いました。はい、敢闘賞としては柏良文選手、もう彼なしではこのチーム勝たれませんもんね。うん、そうですね。左ウィングバックの位置からあなたは一体何回スプリントするのか。恐ろしい選手です、ね。どれだけシュートをするのか。うん、はい、まさもね、いや、やっぱ柏選手見てて面白いですね、なんてね。好きなんですよね。レビューで今考えると2試合に1回打ってたんですよ、まさ。ちょっと見ちゃう、目を引く。見ちゃいますよね。うん、で続いて厚労省、はい、大迫選手でございます、はい、2018年はベンチ外、2019年に J1 にスタメンに出て、はい、で夏には 6月ですね、うん、コパアメリカ、すごいね、
すごいことでございました、で見る赤賞は重複広し、いろんな動画も出させていただきましてありがとうございました、ハートドリブン型のトラップカード型戦術ということで、相手がこう来るんだったらそこに対してこれ仕掛けておいたんですよ、ドーンってこう出してくるので、そういうこと、すごいなって、先読みして待ってるってことですか。そうですね、2019年ではハートドリブン型の話を結構してきましたが、2020年ではこのトラップカード型の方を上福さんちょっとまた話していければなと楽しみ、はい、思っております、得点は柏選手の8、アシストが森島選手の7でございました、で右下見てみると得点の方は攻撃の方は DDD となっておりますが、守備の方は AA と完璧ですね。完璧だ。完璧ですね。最高評価。甘いスランの上だとね。そうなんですよ。ただ、やっぱり34試合で29失点なんで、1試合に1点取られてないわけですから、これはもう最高クラスと見ていいんじゃないのかなとは思います。では続いて終盤戦の番手表を見ていきましょう。こちらです。はい。はい。まあ、やっぱりすごいのは大体メンバー大きくは変わらなかったんですよ、変わったところはむしろ夏から加入した選手だったりだとか、あとはいわゆる春先間に合わなかった選手、もしくは単純に台頭してきた選手が多いっていうので、むざむざこういろんなことがあって変わらなきゃいけなかったというよりかは、本当に躍進を遂げた選手たちが多いなとは本当に思いますね。開幕から言った大迫選手とかはそうですけど、荒木選手なんかはね、台頭してきた選手の筆頭だったりもしますから、すごいなとは思いますね、であと右側見てみると、実は夏を境にいなくなった選手も結構多くて、例えば控えの中林選手、これはマリノスに途中行きましたし、水本選手は松本、そしてパトリック選手はガンバ、皆川選手は横浜 FC ということで、結構人はいなくなってたんですよ。だからその中で若手がそこで台頭してきてくれて、それでいて一桁順位でフィニッシュしてるわけなので、結構すごいことだったなと思いますね。でそれがよくわかるの、あ、その先、その前にこちら行きましょう。じゃあ台所の年齢分布見ていきましょう、こちらでございます。はい、で見ていくと、まあね、普通のチームだったら、だって上から見てって、やっぱそこにスタメン格の選手がいるのが多いっちゃ多いですが、キーパーに至っては一番下ですからね、そうですね、スタメンは。はい、本当だ。であとはサイドバックの位置も、例えば東選手、サイドバックのチームあんまないですが、シャドウの位置で出たりだとかもそうですし、あとはセンターバック、この、ね、チームに在籍した中での最もの若手でいたら荒木隼人選手、彼が出てたりだとか、であとトップ下枠でも森島選手が出てたりだとか、すごい話ですよね。でもっと言えばですよ、結局中林選手とか和田選手はそのまま完全移籍になりましたが、若手組、例えば長沼陽一、そして、愛媛にいた川村、山口に行ってる、川井など、レンタルで出てる、レンタルで他チームに行ってて、さらに他チームで主力格でやってて、そんな選手たちが広島には多いわけですよ。もしかしたら2020シーズンで帰ってこさせようという動きもあったんじゃないかとは思われるんですが、それでもちょっとこの今の広島に戻しても2番手枠の扱いになるんであれば、レンタル延長かなっていうので、2来年も彼らは育成でね、レンタルという形になります、ただね、いわゆる右サイドバック、右ウイングバック、誰かいなくなろうとも、思えば長沼がまだ待ってるんだと考えたら、ちょっとニヤニヤできますよね。左も河合がいるからねとか考えると、このチーム強いですね。楽しめるわけですね。そうなんでございます。はい、では続いて、強化部フローでございます。はい、こちら出ました、去年のインアウトというわけですね。先ほども言った通りで、皆川選手、横浜、パトリック選手、ガンバだ、等々、いろいろありましたけど、そういえば。一つここでちょっとご報告ご連絡、皆川選手とパトリック選手の間に挟まれている高橋選手なんですけど、夏にね、対談して、俺は海外へ挑戦するんですって言って、スウェーデンのエスキルストゥーナというチームに行ったんですが、来年そうで2020シーズンはスウェーデンの2部に移籍することが決まったんですよ。違うチームに。そうなんです、ただそれも、3部から昇格してきたチームにはなるんですが、その高橋が惜しいんだっていうので、あらま、すごいですよね、惜しめで、そうそれで行く形になるので、ちょっとこれ楽しみですね、さすがにその位置から一気にこう A 代表っていうまでは難しいかもしれないけど、自分の中でこう戦いたい、俺は海外でやってみたいんだって思いの中で挑戦していって、他のチームからもこう壊れる選手になってきたっていうのは、なんかいいことだなという形ですね。スウェーデン ね楽しみでございます。では続いて1年間の成績推移見ていきましょう。出ました。は
はい、ピンクになってるのがめっちゃ良かったよ、はい、すこぶるいいよ、はい、黄色が良かったよ、うん、で水色がうーんと、はい、いったところですが、うん、まあ9月ちょっと1回乱高下はあったものの、うん、まあ、基本的には1回ね、最初の序盤のところである程度やってきて、いか春先までで1回沈んだけれども、夏場に向けてグッと上げてきたと、はい、でさらに秋口10月に向けてグッと上げてきたと、うん、な見栄えのするような感じになっているんじゃないかな。そうですね、これでも2月3月のこれデータ面白いですね、うん、めっちゃ良かったピンク、めっちゃ悪かった青そしてね、良かった黄色が共存するの初めて見ましたね。なかなかこれどう読んだらいいんですか失点がゴリ少なくて得点は少なかったけど勝った、そうなんです、ね、勝ち点は良くなった。いや、広島と鳥栖がなかなかそうですけど、はあはあ、1-0 でどうにかするっていうのが結構多かった、ね、はいはいはい、結局勝ち点の争いですから ね、 そうですね、守備がしっかりしてるっていうのはもうこのぐらい大事だと思うんですね。失点しなければとりあえず負けはない、なるほどね、そう、はいはいはい、いくら点取っても失点ばかずかしてしまったら、うん、そうだね、8-9 で負けるってことだってあるわけなんだね、サッカーだったら、まあ、それ考えると、ここにらしさがちょっと出てたりします。そうですね、うん、特に 2,3 月と8月すごいですよね、合計10試合で2失点かいっていう。いやーすごいな。あと単月で見ていくと、はい、単月で見てってもというか、これ、まあ、9月だけちょっと失点込みましたが、うん、やっぱり最終的に34試合29失点から分かる通り、うん、基本1試合1点取られてないなってことが月間単位でも分かりますよね。やっぱり日本代表に守備陣を送り込んでいる一つの、そうですね、スリーバックに関してはいずれ、うん、まあ、野上選手も入ってくるでしょうとは、そうですか、うん、思いますし、うん、広島のこの選手、そしてキーパーもですからね、あと川辺選手も入ってきておかしくないし、うんうん、すごいメンバーですよね。はい、はい、じゃあ続いて、うん、3年比較見ていきましょう、はい、ボン出ました。はい、ほうほうほう、白が平均偏差値50の位置になります、はい、で2017年がコン、まあ、これはヨンソン監督の時ですね、うん、で2018年が赤、2019年が黄色で、赤と黄色が上福監督の、うん、はい、まあ、グラフになっているかなと思います、うん、でこれで考えていくと分かるのが、2018に関して2019か、はい、2019に関して言えば、2018年の時よりかは実はタックルとかインターセプトの数がちょっとへこんでるんですよ、うん、はいはい、ちょへこんでんだとそんなディフェンスお前ちょっと大したことないじゃんって思われるかもしれないですが、うん、はい、これは実はこのレーダーチャートに入れてないとあるグラフがギューンって伸びてました、うん、デュエル&空中戦、ほう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 、が偏差値80ぐらいです。あ、そうなんだ。そうだから、どんだけ荒木、佐々木、野上がガツッとクリアしてる、そう、うん、いうことなんです。だからタックル、インターセプトが下がったっていうよりも、うん、それでそれこのタックルでもインターセプトでも ある程度強いチームなんだってことは他チームにバレてたから、うんうんうん、他チームが広島を攻略するのにあたって、うん、ちょっと空中戦気味のことをやってこようとしたんだけど、うん、それさえも弾いたってだけの話なんで、うん、どんだけな堅牢を築いてんだっての。なるほどね、うん、はあ、はあ、はあ、ありましたね、うん、ただ一個問題だったのは、はい、2018年に比べて2019年、はい、ちょっとパトリック選手がコンディションがあまり良くなかったところもあって、もともとやっぱりパトリック選手の重戦車感というか引きずってるよね。そうそうそう、うん、2018年はベガルタ仙台戦とかありましたけどね、ディフェンダー4人なぎ倒しながらファールも取られずそれでゴールを決めるっていうのもあったんですよ、はい、その積極性がちょっと損なわれたので、うん、シュートの部分は減ってしまったっていうのがあったんですよ ね、うん、そして言えば、うん、ただその代わり他の部分ですね、2018年に比べればパスだったりクロスだったりドリブルだったりチャンスメイクの部分はキュッとこう出てきてくれたので、うん、あとは最後 そのフィニッシャーがだから今年で言ったら、はい、レアンドロ・ペレラ選手がよりこうフィットしてくれるようになったら、うん、広島より得点が生まれてくると思うので、もうちょい成績が上がってくるんじゃないのかなと思われます、はい、では最後、うん、特殊能力見ていきましょう。はい、で唯一一つ問題の話になってくるのが、はい、稲垣翔選手なんですよ、うん、ガソリンタンクとも書いてありますけど、うん、平均1試合12キロレベル走ってくる選手なんですよね、はいはいはい、で彼が名古屋に移籍してしまった、これがちょっと大きい、はい、そこをじゃあ誰が務めるのかなんですが、はい、実は稲垣選手って、うん、出場できるようになったの、うん、6月の中旬からなんですよ、2019年は。確かにそうでしたね。そう、まあ、彼もちょっと出遅れてしまったんですよ、その時に
台頭してたのが、松本泰志選手なんですよ、はい、うん、で松本選手はなんなら1試合平均13キロぐらい走ってたの走りますね。なので、松本選手がまた2020シーズンの開幕からいるで考えると、うん、左側だから日本代表大迫、荒木、佐々木、そして日本代表クラスの野上っていうディフェンダー陣がいて、川辺と松本のボランチ陣、でシャドウに森島がいて、で両ウィングバックに柏とハイネルがいるで考えると、去年のメンツほぼそのままに2020シーズン戦っていけるから、はいはい、でプラス浅野雄也がやってきてとか、上積みがねバンとできるってことですね。そうなんですよ。ちょっと広島2020シーズンも楽しみだなと思っております。以上でございました。はい、ということでありがとうございました。つぶしシーポンシリーズはですね、はい、全チーム展開中、残り少なくなってまいりました、はい、ということですけれどもね、新シーズンの戦力分析シリーズも行っていただけるとプラス選手名鑑シリーズもありますから、ね、そうですね、ぜひチャンネル登録してお願いします。毎朝配達しております。 J1 は残りラストベガルタ仙台残すのみです。あ、そうなんですね、はい、はい、ということでございまして、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。夜9時月曜日はライブ配信、ライブ配信なく、そして劇場ライブもございます。詳しくは概要欄ご覧ください。お願いします。井上真でした。能見うさとでした。ありがとうございました。いってらっしゃい。